Hello everyone, konnichiwa. Welcome back to my Hologra journey. In today's video, we are gonna continue our Hologra reaction because I restarting my Hologra because I stopped halfway. But yeah, now we are on episode 41 to 45. So yeah, here we are. And before we start, you guys are awesome. You guys are amazing, man. We already reached the goal, 390 subscribers. Now we are on 394. That only means our next goal is 400 subscribers. So please consider subscribing, guys. It's really helpful to us to reach the goal. Channel Toraku onegai shimasu. And without wasting much more time, let us get into the video, shall we? Okay, here it is. I'm gonna link the all of the episode in the description down below and the Hololive channel, so you guys can check it out yourself what episode that I watched. So yeah, we are gonna start in 3, 2, 1, go. Wait, did I set the, okay, English, thank you, and here we go. Okay. あ、やっぱりエちゃんまだお仕事してた。映画はやっぱり事務所のテレビに限るね。ホラーじゃねえピコ、絶対にホラーじゃねえピコ。大丈夫だよ、ちょっと知人に似た別人がちょっかいかけてくるだけだから。ドッペルゲンガーじゃん、ホラーじゃん。じゃあお化けセンサーつけとく。何ですかそれ。お化けが近づいてきたらピコピコ光るんだ。絶対屋台に売ってるおもちゃピコ。エちゃんもホラーやピコだよね。 It's blinking。ヘイちゃんもホラーがいいってさ。ペコーラはピュアだから、南極のペンギンのドキュメンタリー映画が見たい。じゃーん。あちょっとホラーが見たくなってきた気がするペコ。So easy. We only carrots. 僕お菓子取ってくるよ。ペコーラも行く。人影、人影。いや、進化しない方ペコ。 Ghost detection is blinking. ソーラー、誰かいるペコ。あ、みんなここで何してるの。逆になんでここに。ソラ先輩、エイちゃんの仕事の終わりを待ってたの。ほう、ちょっとどうしたの、誰かいたの。ソラ先輩がいたからびっくりしたペコだよ。みんないたからびっくりしちゃった。うん、まあもうちょっとで仕事終わるから待っててよ。どうせならみんなで映画見ようよ。そうペコ、ナイスアイディアペコ。うん、お願いペコ。みんなで行った方が怖くないよ。そうだよ。そっちには行けないんだよ。お待たせ。お仕事お疲れ様。What? あ、そういえばテレビの電源つけたのってソラ？いや。What? リモコン踏んづけちゃったんじゃない？いや気づくでしょ。夏っていいね。何急に？怖いよ。What? 騙せなかったね。What? Okay, next one. The idol, the idiot's guide to make people mad. Okay. I still thinking about the last one. How?I do not understand why Pecora and Roboco suddenly vanished. Let me know in the comments down below what you think about the last episode. So we are moving on. The next one.Here we go. ピリー、何してるペコか。
うっし、じゃあ何やってますか。ボトルシップです。ここ面白そうなので買ってみました。なんか神経使いそうな作業だね。そうなんです。だからなるべく静かにしててください。Oh no! 何事？いや、ココちゃんの髪が1センチ伸びたパーティーよ。それ今やらなくてもよくないですか？もう静かにってお願いしたじゃないですか。ごめんなさい。ココちゃん、私たち静かにしてようね。ロジャー。ロジャー。あの、何してるんですか？かくれんぼ。すごい気が散るんですけど、家でやってくれませんか？スーちゃん見っけ。うわ、いた！やかましい！次余計なことしたら本当に怒りますからね。はーい。うわ、まずい、ココちゃんがくしゃみを。しかも船長の上にぐらついたトライが。え、くしゃ、危なかった。やば、ココちゃんの壁を。くしゃん。あ、はい。おはようございます。何事？They are the one who put in the bottle. That was good, that was good. 流しそう。 Moving on with Ojo.I miss Ojo. I mean, she finally stream like often. So, not like before, she rarely stream because of her real life work, I think. Because she is a programmer, designer. So, here we go! どうでしょう？いいよ。じゃあ、こうで食べる係やる。僕も。そういうと用意しておいたよ。さすがエビコ。ゴーエビミーエビコエビミーシュワジエビコウィンエビコウィンわーいエビミー、よく頑張ったね。エビミー、エビたちは海に返してあげようね。またね。食べ物で遊ぶな。エビミは食べ物じゃないんだけど。じゃあ飛ばすな。こうしてエビ家族は再会を果たし幸せに暮らしました。せっかく海まで来たからここで流しそうめんしようか。いいぞ。やろう。そうめんめん。楽しみ。あ、どうした。そうめん忘れた。ありゃりゃ。そうめんはいかがかしら。あちゃまー。あちゃまちゃまー。そうめんください。あるだけ。いいわよ。一束200円。一番いいよ、このぼったくり。この世には時価ってものがあるのよ。そんなに持ってないぞ。私も今手持ちは。僕も。金も。じゃあ5000円でいいわよ。それもないな。2000円。ない。うわ、1000円。高すぎるな。500円。おいしい。あれ、このように転売屋からクッソだけもは買わず賢く行きましょうね。ちょっと違うし分かりづらいよ。That was good, that was good.Stop right there. Let me set the subtitle. So we are in with this green girl. I forgot if you know. Sneak peek. Okay, here we go. これまで事務所に入った瞬間、さんざんな目に遭ってきた。絶対今日も何かある。絶対。おりゃ。じゃあこのゲームで負けた方が罰ゲーム。望むところなのな。よし行くぞ。うわ、普通すぎてびっくりした。いやいや、普通でいいんだよ。うんうん、今日は平和な一日になりそう。ほら、罰ゲームなのな。食べ物をそのあとにしちゃいけないのな。やっぱり何かあると思った。おはようございます。おためなんでドア開けないんですか。自己責任だよ。Subaru is dying. だんだん増えてる。ああ、やめて、その顔、怖いから。止めに行きましょう。いや、めんどくさいし、ほっといてもいいかな。ルーナちゃんはルシアのこと好き？なに？修学旅行の夜やめろよ。あとにほと。ルーナちゃん。怖いです、ルシア先輩、怖いです。なんて嘘なのだよ。ルーナちゃん、この黒いやつ食べてくれる先輩は大好きなのな。ダークマダッシュ。やっと成功したわ。黒ゴム乗りまくり。Oh no, it's Hachamaki. 写真撮っとこう。パシャ。
She probably died. 最近ぼーっとすぎると続くんです。It's automatically set to English. ちゃんとご飯食べてる？そう言われると結構偏ったもの食べてる気が。ダメだよ、しっかり栄養あるもの食べないと。うう、肝に銘じます。それよりノエルちゃん、なんか大きくない？器の大きさなら負けません。じゃなくて、体積の話、明らか巨大化してるでしょ。朝起きたらこうなってました。え？これはあれです。膝をトンカチで叩くと反射的に動きますよね。うん。え、それはまた別の話じゃ。これしかないです。おはようございます。うわ、ノエルって戻る方法がわからないんです。こうなったら妥協は一生事務所の隅でかすみを食べて生きていきます。そんなネガティブに並んでも待っててね、ノエルちゃん。今頑張って解決策を練るから。その後、ロボコとメルの果てしない話し合いは長時間に及んだ。はあ、病院行こうか。まあ結局ね。病院怖いです。ごめんね、ノエルちゃん。でもノエルちゃんのためなんだよ。うん、苦しい。ノエルちゃんがこんなに嫌がってるのにメルは何もしてあげられないなんて。でもこの大きさじゃ出られないよね。とりあえず一度出てきてもらっていい？了解です。What？ ふう、病院怖い。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。じゃあちょっと行ってきます。病院行っても原因わからないなんて。あれ、ノエル身長戻ってない？え、本当だ、戻ってる。メル先輩、身長が縮みました。あれ、頭痛がするので帰ります。Going home because my head hurts. So I think that's allI think that's all for this week. I knew that there is a new episode with Blue Life ID members in it because it kept showing in my recommendation, my homepage. But you know, I try to avoid it because I'm gonna watch it until the episode.Until I catch up to that episode. So yeah, I'm gonna leave the video here. If you like the video, please do like the video. And if you don't like the video, just give it a subscribe. Channel Toraku onegai shimasu. And see you guys in the next video. Bye bye.